さあ本日は MSI2019 プレイングループデイ2の模様をお送りしております。続いてはカツリオンとレボルさんでお送りいたします。グダグダですね、いろいろちょっとね、そうなんですよね、ちょっと想定外のことが起きまして、それがちょっと忙しくてですね、メンバーチェンジが次のフェネルバフチェにあるということなんですが、サポートのジャポネ選手が変わるという情報が来たんですが、変わる選手はですね、オンリーファイブというプレイなんですが、出た履歴というのはほとんどなくてですね、今シーズンそのフェネルバフチェとしのメンバーとして公式試合に出ていませんからね。ちょっと調べると、まあ、トルコのアカデミーリーグで、まあ、1907の、まあ、アカデミーチームとして出てはいたということなんですけれども、この試合フェネルバフチェ勝てばタイブレイクが見えてくるわけです。ですごく重要な試合で出してきたと。まあ、考えられるパターンとしては隠し球ですよね、いわゆる、まあ、秘密兵器的な、はい、もう一つはジャポネ選手があまりにもパフォーマンスが悪いので変えざるを得なかったという2つのパターンですかね。ちょっとこう、まあ、ジャポネといえばブラームのイメージがあるので、ブラームじゃなくなるのかなと思って見てみたら、マッチヒストリーパッて開いたらオンリー35をブラームが並んでたのでチャンピオンプールではないのかなと。ただまあジャポネ選手もアリスタやラカンのようなアグレッシブなチャンピオンを使っていなかったので、もう本来チャンピオンプールなはずではないですか。入ってますね。にもかかわらず、そしてそれが求められる構成の中でもピックしなかったので、やっぱちょっとまあパフォーマンスに不安がある部分があってのことなのかなと。そうですね。 あとこれまた関係ないんですけど、そろそろ言われるかなと思うので、今日の緊急合図速報ですね。あ、はい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 、一応お伝えしておこうかな。そうですね、そうですね、今日の合図さんはですね、日本戦が控えておりますので、現在裏でですね充電中でございますので、今しばらくお待ちいただければと思います。まあ、日本戦は実況する解説する方もかなりのこうエネルギーを使いますから、そこをすべてこうアイさんに注ぎ込んでもらおうという、今日のエネルギーを全部今日の2戦にね、はいはい、注ぎ込んでもらおうという策でございます。そうですね、スタッフ側からの要望ですね、お待ちいただければと思います。言わないとね心配されるんですよね。そう、ちょっと初めてでびっくりしましたね。めっちゃ笑っちゃいましたかね、昨日。面白かったですね。まあそんなわけで、こちらの試合も非常に重要なグループ A の中の、まあ、1位2位を争う、そしてタイブレークかもしれないという非常に重要なマッチになっております。この試合ホームバッファローが勝てばホームバッファローの1位抜けが確定ですよね。そうです。そうですよね。ですから、まあ、ホームバッファローとしてはゼガヒでも星1勝という形になりますね。正直1907のボットレーンが僕は気になります。そうですね、内容が良くないですからね。先ほども勝たなければならないマッチアップでレベル1から負けてしまっていて、まあ、ボリュル選手のスキルショットが良かったから勝てたものの、負けかけてましたからね。そうですね。ですからそれを考えると、ちょっとやはり PVB 側の方が有利なのかなという感じはしますね。ドラフトのところでも、まあ、そこつくような戦略、もしかしたらホームバッファローも立ててくるかもしれません。互いにトップレーナーが非常に重要な役割を果たしていますが、この重要な一戦ドラフトどうなるのか見ていきたいと思います。ブルサイドホームバッファロー、レッドサイド1907フェネルバフチェです。ライズ、アカリ、カーサス、そしてガリオと番が進んでいます。得意チャンピオンであったり、このシーズンで出して非常に良かったチャンピオンというのを互いにバーンしていっている、そういう印象を受けますね。あ、そしてどちらす、まあそうですね、先ほどのボルト選手のスキルショットを見ると、ターゲットバーンは当然でしょうね。ただこれでイレリアをバーンしなかったら PVB は取りますね。取ると取りますよ。おジェイスにしましたね。ファーストイレリアではないですかね。それともジャーバンを優先しますか。一応イレリアに利便を当てるなんていうのもありますが、いやただそうですね、 PVB であればイレリアファーストピックですね。確かペンタ消したんですっけ、イレリアで。そのはずですね。んおお取り上げ、まあ、メリオダス選手もそういうパーマ系のジャングル得意ですが、ただキンドル、タリアもありますよね。綺麗は
まあただキンドレットの方がチャンピオンパワーは今の段階だと上ですね。そして先ほどからイレリア・フィオラ、イレリア・フィオラとちょっとこうゼロ選手とルイン選手の間でちょっと会話するようなあチャンピオンの変更が行われてましたが、ブラウムここ変わらないんですね。まあ、多分彼の得意チャンピオンオニフ35選手が、そうですね、この試合初出場ですから、得意チャンピオンはやはりピックさせて、まずは安定したレーニングさせたいということだと思いますけどね。まあ、確認できる試合で直近の3試合すべてブラウム、あとはアリスターというマッチアップに、マッチ1人になっているので、まあ、得意チャンピオン、そして綺麗なタリアを取ってルーブラン、なんですか、イレリア・フィオラ、イレリア・フィオラをやってからチャンピオンを選択するという、ちょっとそういう儀式が行われてますけど、それすると最後までイレリア・フィオラ取れないので、フェネルバッチェがピックできることになりますけどね。あ、イレリア、さすがに、あ、ここでってことはフィオラですか、じゃないですかね。カウンターですよね。カウンターですね。ただイレリア側がうまければ勝てるチャンスが生まれてくるんですが、あ、レネクトンで容赦なく潰しに行きますね。力でドアに伏せると、はい、いやこのマッチアップ楽しみですからね。これはもうやりはマッチアップですよ。ただやりはマッチアップですが、レネクトン側の方が圧倒的に序盤有利ですね。そこを支えられるかどうかというのはメリオダスにかかってきそうです。さあバンフェイズ2、ビッグコロ選手、あ、ザヤラカンの警戒と、あとはカイサバンかなという感じがフェネルバッシュサイズとしては考えられます。一方で PVB としてはドレイブンバンですかね。まずは先ほどもバーンされていましたね。やはりドレブンであればモンドームように連打アドバンテージ取れますし、ドレブンルシアンバーンというのが無難なような印象もありますが、ただそうなるとですね、先ほどバルスがいていたにもかかわらずフェネルバッシュ取らなかったじゃないですか。ここがちょっと心配なんですよね。まあ、かなり気になりますよね。しかも、まあ、急増コンビではないとは思います。ある程度やはり練習はしているとは思うんですが、このデュオで、ただ連携面、自分たちで番ですか、やはり使えないということですかね。そのようですね。そしてボリル選手のアジロバーンして、今確認しましたがマッチヒストリーにやはりフェネルバフチェ、ハレス、バルスはなかったですね。そしてルシアンをバーン、じゃあ何ができるんだと。あ、でもウィンレーン、ウィンゲームをフェネルバフチェとしては構成していくと思いますから、そうなると選択肢としてはドレイブンか、一応ハデスはヤスオやカシオペアなんかも、そうですね、使ってますよね。明治系のチャンピオンもありますが、さあ、いや、エズリアルにしますか。あ、ベルコズ、なるほど、これはミッドの可能性もありますね。でもハデスの可能性もあるんじゃないですか。そうですね、ですからミッドとボットのフレックスですね。さあここを読めるでしょうか、フォームバファロー。まあ、ただカイサーじゃない、ああなるほど、ベルコズ相手にカイサー出すというのは確かにレーニングのところで苦しいですね。相当なレンジの差がありますね。まあマークスマンで勝てる可能性があるとすれば、ドレイブンでキルを狙いに行くしかないと思います。ザヤラカンか、まあエズタムケンチ、もしくはエズアリスタ、アリスタも苦しいですね。エズタムケンチが無難ですかね。どちらかというとボットラインは負けないマッチアップにしそうですね。そのような感じになると思います。ただエンゲージのツールがちょっと薄いので1-3-1ですね、 PVB は。さあエスリアル、タムケンチと取っていきました。ベネルバフチェどうしますか。エズリアルを見てからのベインであればと、であるならばこのマッチアップだと必ずボットレーン勝てますね。カウンターマッチアップです。ただ問題となるのはルブランに対してベルコズを出して大丈夫なのかというところですね。ああ、ウィンレン、ウィンゲーム、取りますか。ドレイブン。さあ、ベルコズの誘導というのはうまくいったんじゃないですか。ただ、ミッドレーンが心配ですね。ミッドレーンも心配ですし、ドレイブンのレーンフェーズ終わった後、イリリアに駆られますけど、大丈夫ですかねというところがありますね。そうですね、タムケンチはいませんね。まあ、ルインにお願いしましょう。そうですね、勝ってもらわないと。フェネルバッシュからすると話にならないですからね。このイリアに対してレネクトン当てたわけですから、イリアがトリニティフォース完成する前に、まあ最低でも1000ゴールド以上のアドバンテージ、トップレーン作って、1000ゴールド言い過ぎでしたね、500ゴールドから600ゴールドあたりのアドバンテージ作って、レベルのアドバンテージも作って、イリアがもう何もできない状況を作り出していくと。ですからさらにはキントレッ
ットとタリアのマッチアップのところでもタリアの方がやはりトップに対する介入の回数は増やせますから、まずはトップヘビーにというところです。ですからドレイブンがちょっと浮くんですが、まあ、エズリアルタムケンチであれば何の問題もなく、まあ、通常のマッチアップであれば勝てるということですね。そうすればトップとボットで、まあ、マッチアップで有利を作ってますから、そうすれば必然的にジャングルのオブジェクトっていうのもキレイが触りやすくなりますし、有利な状態で取るっていうアクションが取れるようになりますね。ただまあ PVP はボットを放置してトップレーンに仕掛け続けると思いますね。それがエズリアルタムケンチの狙いですよね。そうなってると思います。あとはまあレーンフェーズファーストリがそうですね、ファーストリコール前であればエズタムケンチもハラスで勝負できますが、まあ無理はしないでしょうね。さあフォンムバッファローとしては勝ち抜けたい、フェネルバッシェとしてはタイブレイクに挑みたい、重要なマッチアップになっています。ゲームが始まり次第内容を見ていきたいですね。ちょっとじらしてきましたね。じらしてきましたね。少し気になっていたそのミッドのルーンのところで言うと、まあ、電撃そしてイグナイトをルブランを使うナウル選手選択してましたから、やはりミッドに対してかなりキルプレッシャーを与えていくというところは間違いなさそうですね。何かこう他の選択肢があったんですか？いや、例えばテレポートを使って1対1に特化する、つまりはレーンフェーズのところからアドバンテージを取るのではなくて20分以降の1対1の構成を取ったときにテレポートを使ってグローバルプレッシャーを作り出していくと、ちょっと、まあ、パースパイクを後に置く選択を取れなくもないんですが、それよりもとにかくレーンフェーズだというところですね。オンベルコズを倒しに行くということですね。そうすればミッドレーン、まあ、ルブランが動けますからトップレーン、そうですね、理想はそうですね、トップレーンに対して、ね、レネクトに対して入っていくというところが理想になってくると思いますね。エズタムケンチのレーンにロームしても仕方ないですからね。まあ、ドレイブンは倒せるかもしれませんが、まあ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 、それ以上にイリリアを育てた方がいいですから。そうですね、チームの要でもありますし、一度イリリアがアドバンテージ取ればレネクトン側が取り返していくというのは非常に難しいですからね。伸びしろも違いますからね。まあ度重なる変更によってレネクトンのレイトゲームもマシにはなりましたが、なりましたがという形ですね。まあ文章的にね、マシにはなったと言われている、はい、ということは強くはないと、はい、強くはないですね、ということですからね。まあ影響力をずっと出し続けていくためには相手よりも勝った状態でないと。そうですね、常にコアアイテム、まあ理想を言えば1つ分のアドバンテージを途中からずっと維持するという流れが理想ですね。さあそれでは見ていきたいと思います。 MSI2019 プレイン Day2 ゲーム4、フォンムバッファローバスフェネルバフチェイスポーツの試合スタートです。意外な点が2つあります、はい、ルイン選手がプレスアタックでなく制御者ということで、少しレーンフェーズの後集団戦中盤以降の集団戦のところを意識している。おっとおっとメリオダス、あデッドです、あっとスタンダーファーストブラッド獲得、ボルル、これは読み間違いか、もしくはここで入ってくるだろうという読みですかね。フェネルバクチェの方は読んでましたね、これまでの戦いから。多分ですがフェネルバクチェのボットサイド側に、ブラムを生かしてカットするような形で入ってくる、それはするはずがないんですけど、つまりレッド自陣ジャングルのレッドバフを視界に取りに来るだろうと、であるならば早めにカウンター取ってレッドバフの視界を取っておこうということだったと思うんですが、これによってボロルにガンクが少し刺されづらくなりましたね。刺されづらくなりましたね。ドランリング2つ目、体力が伸びました。これナウルからするとそうですよね、そもそもナウルが W スタートなので、ええ、ルブランにチェックさせればよかったですよね。そうですね、逃げられますから、ちょっともったいないと。そうですね、もったいなかったですね。そしてあとはハデス選手が猫ババですね、ええ、ですから、まあ、基本的にはレーンフェーズのところでキルを取りに行くというよりもハラスアドバンテージを広げていって、あーゴールドアドバンテージ作っていくという狙いですね。どう見ますか、今回散々トップが重要だという中でこのハデスの選択っていうのは面白い選択だと思います。これでミッドレーンもファーストブラッドによって安定すると思いますし、予想以上にこうウィンネームウィンゲームの形というのを取りやすくなっていると思いますね。さあそして先ほどやられちまったメリオダス刺されましたよ。早速トップに行く、レベルになったゼロス狙いに行く、キレイも寄ろうとはしていますがかなり遠い位置だ。
スタンが入った。さあここで1キル獲得はメリオダスです。完全にルイン誘いに乗ってしまいましたね。戦ってしまいました。さらにリフトスカトル、トップレーンサイドにマークがつきました。回収できそうです。これはちょっとスタートとしてどっこいどっこいなでも重要なのはこのトップなわけですよね。そうですね。そしてもう一度いきますよ。ただし今度はキレイもいる。キレイが見えてますよ。おっと、ただしゼロスブリンクしてしまった。フラッシュアウト。さあしかしここでメリオダスが後ろから入ってくる。キレイがもうマナがない。いや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 、強いルイン叩けしてた。2対1の状況、キレイマナがない中でルイン一度フラッシュアウト、ブッシュに隠れるようにしながらメリオダスの2対1。さあメリオダスも上位で、あー生きて戻ってくる。さあその間にメリオダスがダウン。さらにはこれでキルがゼロスに入った。なんだこれは、3分で5キルが発生しているぞ。Q 打つタイミングあと少し遅らせればサイズミックシャーブの爆発ダメージを受けずに済んだのでもっと PVB は勝てていたはずなんですが結果から見ましょう。どうなったんでしょう。PVB が勝ちましたね。ここですよあのサイズミックシャーブがまだ残っているんです。あ、にもかかわらず Q 入ったのであの、まあ、言葉悪いですが自殺ですねはい、まあかなりハイテンションなんでしょうね。そうですね、状況としては、まあ、ただこれによってメリオダス選手が育ちましたしレベル4のアドバンテージ取りました。ゼロ選手にもキルが入ってます。トータルで見ると PPV の方がアドバンテージを握ったというふうに言えると思います。ここからフェネルバクシェとしてはタリアがちょっとトップレーンガンクいけません。というのもメリオダス選手のカウンターガンクがあるかどうかの把握ができないと動けないですからね。カウンターガンクされたら負けてしまいますから。そしてトップが試合全体の中心であるということを考えるとそこからずらすためにボットダイブというのがフェネルバクシェとしてはアクティブに動いていく選択肢としてはかなりリスクが低く得られるものも大きい選択になりますね。なるほど。さあおっとボットレーンしっかりと勝っていますね。ファームさんもかなり広げてますし順調ですね。パレッテがヒールを使用しました。ピッコロは今回テレポートとフラッシュです。オンリー35です。あ、失礼しました、オンリー35ですね。あ、間違えましたね、僕も、あ、パレッテは合ってます。パレッテ合ってましたね。オンリー35ジャポネではないそうですねすいません。そしてだいぶセットアップしますね。さあ3対2、ただし横からメリオダス、これはやめました。そういうこういうだいぶプレッシャーをかけ続けてメリオダスをボットサイド側に意識を寄せてなんとか隙を見てトップのゼロスを潰しに行くという流れが理想です。この試合ドレイベンがどれだけ揃ってもイエリが揃ってれば意味がないですからね。それほどですか。それほどです。あのいいかアルティメット食らった瞬間に終わりだと、はい、確定します。これちなみにトップの 1v1 1キルと1キル2アシストですがどうなんでしょう。現段階だとまだイーブンですね。あ、でもイーブンになってしまったと言うべきですか。そうですね、ミリオダスは生き残ります。ルイン本当はもっと前に立ち回りたいはずなんですが今ゼロスは前に出てはいけませんが、キレイレベル4、今メリオダスが体力が減ってしまったので前に出られません。キレイフラッシュはないです。スタンをしっかり立てて打ち上げは入りませんでした。ギリギリのところに前に出てギリギリのところで引きますね味方のジャングラーの体力が相手のミッドレーナーのボルズ選手に削られたタイミングだったのであそこで前に出てしまうと相手からするとカウンターガンクがないのは分かっている上でガンク狙いやすかったというところで通常のトップレーナーであれば少し引き気味にレーニングするんですがギリギリのところまで前に出てましたね。まあゼロスらしいといえばそうですね、らしいですね。しかもしっかりとガンク回避してますから、ヘカリムでもありましたよね。ギリギリまで戦って前に行くのが下がっていってカウンターが決められないと、はい、それによってキレイ選手がトップサイドに寄せられてますから、ボットサイド側のジャングリングというところをメリオダス選手は、まあ、やりやすくなっているというところで味方の味方に対して相手ジャングラーのプレッシャーを軽減するという一つ効果が発揮できてますね。さあボットレーンではハデスがネコババを使いつつ順調にファームを伸ばすことができています。BF ソードとセプターも変えることができている。ここのあドラマグは借りませんでしたが、さすがに始めるのが遅すぎるという判断ですね。ただボットサイド側の D パードを受けていると、ボットサイド側の回のコントロールも取れている。これ視界の状況としてはホームバッファローの方がカウンターガンクしやすい状況になってきましたね。なってますね。相手のジャングルにワードが刺せればキレも狙えるんですが、
さあこれ回り出る。ただしハデスに対して一気にプレッシャーかけるよ。パレッテこの体力の削り合いはかなりパレッテが大きく体力を削れましたが、その後ろにメリオダスがこっそり物資の中入ってきているぞ。レベルは6だ。さあハデス体力大きく削れた。現在レベルは5。それに対してレベル6はビッコロ。アルティメットは使用しました。ハデスはライフスティールがありますから、このまま身を殴れれば問題ないですね。ビッグコロも体力マナもないですから、ちょっとさすがにこのまま連成するというところでいうとペネルバフシーの方が有利になってきますね。そうですね、ミリミリ回復していきました。レベル6にもなって体力6割ほどまで戻りました。トップレーン先ほどキレイ選手が寄ったじゃないですか、ええ、それによってミニオンがちょっと座るの経験値が吸われてしまったことによってルイン選手レベル差がゼロス選手と間にできてしまいました。これでゼロス選手の連戦での1対1の勝利は確定しましたね。おー、ゼロス今ブラストコーンを破壊して自分のガンクルートも潰してレインに戻るぐらい余裕がありますね。そしてクラウドドレイク取れる。これも美味しい。さあルイン仕掛けに行きます。さあここでレベル7にはなった。セーフ者も発動していますが強気に行くのはゼロス。さあそしてアルティメットが仕掛けに行く。ここでルインもアルティメットを展開。ただ一度引きなつつダメージのトレードの交換試合1対1。ジャングラー寄るすべあるか。キレイが寄ってきている。ウィーバーボールもある状態。しかしそれでもルイン1人で勝ち切るか。フラッシングオートアタックあと一発。ダブルで耐えていますが叩き伏せた。ソロキルだ。いいよ、外した時点で仕掛けるべきではなかったですね。しっかりとアルティメットで、まあ、フューリー溜まっている状態での Q などを当ててましたし、完全にゼロ選手が計算をミスしてしまいました。珍しいですね。はい、そうですね、珍しかったですね。珍しいですね。結構ギリギリで勝つ方が多いんですが完全にずれてましたね。リプレイです。ここが外れましたね。ここからで相手のフューリーが止まってますね。止まってる状態ですからね。自身の W が上がるのを待ってるのかなと思ったんですけど、まあ、そこまで早く上がりもないですから。なんで仕掛けたんでしょうね。そうですね、ちょっと勝ちの目が見えないような仕掛け方でしょうね。サボルキルには繋がりませんが、先ほどからミッドレーンに来る相手の体力を大きく削ることには成功しています。ナウルは動けませんね。動けないですね、まあ、ベルコズのスキルショットの精度が高いとこういったアサシンを相手でも体力のアドバンテージを作れるという。おっと位置がメイヨナスに当たりましたね。バレましたね。バレましたね。これは良かったんじゃないですか。良かったですね、素晴らしいアルバントでしたね、まあ、見てればですけどね、一周しか映らないので、はい、気づいてますね。ヘラルドに大量のピンが入っているのはフェネルバッシュです。お、当てました。さあスタンが入った。クレンズヘラッシュアウト。そしさあミッドレーンでサマラスペルを使わせました。ルインが仕掛ける。そこに対してのウィーバーオール、キレイがやってくる。さあ分断した状況からゼロスどう立ち回るか。スタンはルインに当たることができている。メリオダスがここから合流。アルティメットもある状況。メリオダスのアルティメットを警戒して前に出られません。しかしここに4人が登場だ。オニサーティワンの Q は当たりませんでしたが、これで一気にプレートの削りにつながるでしょう。ボットレーンはビッコロは押していますが、エズリアルので遅いはずだ。さあどこまで削れる。後衛ミニは残り5体ほど。なんとかミニをクリアしたいのはポンブバッファロー。3枚目いけるか。いや次のミニオンウェーブが来てますから、このままだとかなり破壊できますね。さあ3枚破壊できました。オニサーティワンがワールドも置いた。いや、ナルがトップサイドによる動きを見せたんですが、それコントロールバードによって寄り切ってないことが分かってますから、タワシージまだできますね。さあそしてビッグコロが削ってはいますが、ミニオンもあまりない状況。さらにはルインがボットラインにすでに向かっています。今ケレイ選手はミニオンウェーブある状況でタワー叩いていましたが、ハデス選手は下がってましたね。ちょっともっとこう前のめりに削っていってもいい余裕はあったように見えたんですが、見えましたけどね。おっとここで綺麗ヘラルドに触って、さあ2人が接触。ナルも寄ってきている。しかしオンリー31のカバーが間に合います。アルティメット削った。大きく完璧。ハデス1キルつなげました。いや素晴らしい。タワープレート守るために相当なリソースを割いてしまいました。さらにはこれでヘラルドが取れます。あと2分ありますから、取り切った際トップのファーストは確実に破壊できますが、ボルル選手がまたもミッドレーナーの体力の、おっとここでゼロスが捕まりに行く。先ほどクレンズフラッシュ使ってしまったので、これは逃げられそうにない。キルはナウルに入りました。
ここミッドレーンを倒したというのは非常に大きいですね。ミッドのファーストタワーに対してヘラルドを使われる流れが PVP としては最悪の流れだったので、これを潰すことができるというところは大きいです。ミッドのタワープレートもこれで剥がせますね。トップレーナー2人見えてますから。さあウェーブクリアしたいのは綺麗。ただしプレッシャーはある。タワープレート1枚剥がすことができました。これこのままルイン選手がボットのファーストを殴っていたらメリオザ選手がガンクしてましたが、非常にいいタイミングで引いてますね。さあ互いにこの一戦丁寧に勝ちに進めようとしています。その流れでいうとちょっとゼロス選手のプレイングはまあ不安定な部分があるので、 PVP は少し不安な部分があります。一方でフェネルバクチはまあ急遽出場する形になったオンリー35選手とハデス選手のボットレーン安定してますね。安定していますね。そして綺麗のタリアやはり悪くないですね。悪くないですね。先ほどの試合もそうでしたがパフォーマンスがいいです。さあもう一度ボルルを狙いに行きますが、綺麗が寄ってきていた。スタンは入ってしまった。すごいダメージだ。ここに飛び込んで氷河の烈光を決めたオンリー35。守りきることはできませんでしたが、それでもルインを落とすことに成功している。メリオダスは執行猶予を使っても外に逃げるしかありません。そしてヘラルドがミッドレーンに到着。割り切れるか。ミニオン3体ヘラルドがいる。後ろにパレットもやってきましたが、ハレスが殴ってあと2発割り切らない。割り切ってよかったですけどね。なぜオートアタックをしないんだハデス。あ、ファーストタワーを。なるほど。あ、なるほど。ルイン選手にファーストタワーの獲得ボーナスを渡したかったというところですか。そういうことですね。この後でも割り切る余裕は十分にあると。さあニンファナルドリークも取れますからね。これはいい判断なんじゃないですか。非常にいい判断だったと思います。これでミッドのファーストは割れなかったとしてもニンファナルドリーク取れることの価値も大きいですし、いや、オブジェクト3つですよ。さらにトップレーンルイン選手1レベル差維持できてますから、リプレイで見ていきましょう。そうですね、ブラウムのアルティメットが見事でしたね。9しか打てませんでしたね、ゼロスは。さらにはこう最初入るかどうかちょっと迷った部分も影響しましたかね。少し奥目でしたからね。はい、そうでしたね。まあ、入っていったら自身は倒されるというのを分かった上でどうしようか迷った上に、相手の寄りが早いので、まあ、ここはもう自身が倒されても取り切ることの方がいいだろうという判断で入りましたが、タレットプレートフェネルバクチ11枚、相当ですね。それに対してホンマホロ640ゴール4枚しか剥がせなかったと、まあ、ボットの、まあ、全てのレーンで上回っていたという部分が大きいと思います。ボルル選手がかなり狙われて倒されることが2回ありましたが、その前までに作っていたアドバンテージも大きかったですからね。さあキレイとルインのこの2つのラインをゼロスに徹底的にプレッシャーを与え続けます。ボルルが少し苦しくなってきましたが、クレンズとフラッシュは現在上がっている状況です。ハデスとともにミッドレーン、まあ、このミニオンウェーブでファーストは取れますね。集めましたね。ボルルに集めましたね。なんかハデスがこれまでこういう動きをする印象はあまりなかったんですけれど、かなりこうチームを支えるための動きというのを続けてますね。なんか変わりましたね。はい、相方が変わると、まあ、ショットコーラーが変わったのかもしれませんが、そうですね、ゲームの流れといったところもフェネルバクチに、映ってますね。やはりこの重要な試合で導入してきたサポートオンリー35、いい影響をもたらしていそうです。レーニングも安定しています。さあただ今度はボットレーンにかなりプレッシャーをかけていますね。フォンブバッファロー、ミッドレーンのナウルもボットレーンサイドに姿を消していますし、ワードもたっぷりさせている。ただメリオダスの位置は今映ったはずです。ここら辺の、ワードといったところ、ミッドのファスター破壊した後のワーディング非常にうまくフェネルバクチできていますね。これでメリオダス選手の動きは把握できていますから、かなり相手の動きというのを予想しやすいと。ここからんタリアがミッドにアルティメットを使って入っていきましたか。そうですね、キャッチを狙ったようですね。ただ相手ルブランですけどね。無理ですよね、行くならボット。そうですね、フルショット縦はなかったようです。ただオンリーサーティファイブも9でしっかりダメージを返している。これタリアのアルティメットのプレッシャーがないので、このまま押し切りますか。たわしい意地をメリオダス選手を行うようですね。ここで攻めの手を緩めたくないですよ。さあこれ入っていきますが、メリオダスがいた。ただ縦を使ってうまくオンリーサーティファイブがダメージを軽減している。そしてアルティメット使わせた。
さあグレーシャルオーグメントのスローフィールドが入る、互いのテレポートが入ってくる、ここに生体破壊光線一気に焼き切った、2キル獲得フェネルバクチェ、さらにオンリサーチファイブの Q が当たって3キル獲得だ。先陣のウェブを使いましたが反撃の手立てはありません。ビッグコラがターンダメージを受けてしまった後はちょっとボットインで無理をしなければならない中でタリアのアルティメットがないのでもうワンウェーブタワー支持できるだろうと無理をしたところでしたね。さあこれでタワーにもつながりました。フェネルバフチェ大きなアドバンテージが作れました。グローバルゴールドも6000ゴールド近い金額差になっています。あとはここからもう一度インファーナルドレイクを取ってリスクをかけないのであればもう一つドレイクを取ってからのバロンという流れになりますね。 EVB としては次のドレイク1分後のタイミングの際にイデリアのトリニティフォースが欲しいところですが、ちょっとファームも抑制されてますよね。そうですね、かなりそのルイン選手がトップレーンのところでウェーブのコントロールを取っていてゆっくりとしたプッシュにすることによってミニオンをあまりこう吸わせないようなレーニングしてましたからね。あとかなり押し込んでいたとしてもさっきからキレイがかなり来るんですよね、ウィーバーボールを使って。そうなんですよね、相当プレッシャーになっているはずなので。さらにメリオタス選手がボッツサイド側のコントロールを意識してポジションをボッツサイド側に寄せてましたから、それもあってゼロ選手はアグレッシブにレーニングできてないですね。先ほどの戦闘でもありましたがツインシャドウが完成しているのでミッドレーンからサイドへの寄りというこのシーンですね、こういう寄りがかなり怖くなってきますよ。さあビッコロスローに引っかかった、ブリンクした先パレットが口の中に一度隠して逃げることができましたが打ち上げが入った、パレットを狙いに行く、ハレスのダメージも通ってボルルのキルになります。これで5秒後に枠インファナドレイクが確実に取れますが、タムケンチですからまだ戦うというところも可能ではありますが BVB としては無理せずファームとトップのファーストは取りに行くという判断に切り替えてますね。ナールがトップレーンに向かいました。ルインもテレポートはありませんがトップに向かって対応しています。さあこれでインファーナルドレイク2つ目です。まあドレイブンにとってはもう一発一発のダメージが相当伸びますから、あとはさもうイリギアに倒される前に倒すというところが可能なぐらい装備が整ってきてますね。両手にヤバい剣2つ持ってますからね、EVTH と、そうですね、ブラッツサスターあれは怖いですよ。かなり怖いですね。いいですよね、エースがいらないマックスマン。おっとゼロス面白い位置、スタンは斧弘前当たってしまいましたが前に出る、強気だ先陣のエヴァ、今はオートアタックは止まりません。返す手立てがない、ゾーニングされて、さあボットのインナータワー破壊に成功、フェネルバフチェ。さあゼロスのアルティメットが落ちたのを見てハレスまだ前に行く、見ているとちょっと怖いが、まあただイリアのアルティメットもないですから前でもそれほどのプレッシャーは、タムケンのアルティメットを使いますか。そうですね、ただキレイはリコールやめました。船旅ではなくブラストコーンだったんですね。そのようですね、射程が足りなかったと。さあこれで安全にリコールすることができそうです。ゼロス選手としては次はそうですね、コテを買うとは思うのですが、コテを完成したとて、ドレイブンを倒すというところは一人で行えないような状況になりましたね。ブラウブがいる限りはちょっと先に倒されてしまいそうですね。そうですね、まずはですからナール選手が入ってスキルを使わせた後にゼロ選手が入っていくという流れが理想ですね。ただそうなるとおそらくボルルのグレーシャルオーグメントのフィールド効きますね、相当効くと思います。あとはもうバロンを意識してますか。これなら早いですよね。早くはありますが、ただ21分でもありますし、ジャングラーがタンクではないので見つかった際、バロンを飼っているところを見つかった際の被害というのはかなり大きくなってしまうというところが想定されますから、バロンサイドのプレッシャーをかけつつも、まあ、敵一人捕まえるというところを意識しますかね。ストップウォッチをボルルとキレイが購入しているので少しこう大事な局面だなというような印象はありますね。そうですね、どこかで勝負を仕掛けようという意思は見えます。視界もバロン周りに取り始めました。視界を完全に消し去れば、不要に近寄ってくればツインシャドウが効きます。ウィーバーオールを使用しましたね。ミッドラインに対して分断を狙いました。
おっとメリオダスがキルされています。これはキレイがアルティメットを使ってキャッチしたようです。さらにはビッグコロンにも大きなダメージ、横からナウルが見ていますが、このビッグダメージはボルル耐え切った。ストップウォッチを使って生存だ。ルインフラッシュイン一気にスタンでそのまま持っていってキレイのキル。残されたメンバーは2人しかいません。リコールしているところクラッシュインでゼロス無理やり取ってきました。ただしフラッシュは落ちましたよ。2対4はさすがに。テルショット縦で止めた。素晴らしいですね。よく見ているオンリー35。さあここでゼロススタンは入っていますが飛び込めない。バロン体力2600ほど、千住の山も使った。ただしハデスが殴っている。そしてスマイトを使ってバロンナッシャー獲得。1907フェネルバクチェ、ゼロスも取り切っています。船旅を使ってパレットとメリオダスがやってきたものの近づけないか。ビッグコロもう一度狙いに行きますが9が届きません。持ち帰ることができそうです。赤バフを奪う程度で終わってしまいますか。いやルイン選手がボットを押し切った後ミッドに合流する動きに合わせてキレイ選手が分断するようなウィーバーボールを打つことによってミッドセカンドタワー下へのダイブを成功させたというような動きに見えましたね。さあこれでバロンナッシャーの獲得、さらにはゴールド差も大きく開きました。9000ゴールド差です。ちょっと装備差があまりにも大きいので。ディアマトにしたんですかゼロス。耐えられないですよ。耐えられないですね。ヘカリムの時も思いましたが防具だけちょっと積み方が気になりますね。まあ、忍者旅で OK ということなんですかね。でもベルゴズがいますよ。せめてステラックの小手だったと思いますが、いややはり柔らかい。グレイシャルゴーメントキャッチからゼロスをキルしていきます。このままフェネバシアエンドを狙いますね。いやなんか本当にサポートが入ったことによって別のチームになりましたね。というかハデスの動きが変わりましたよ。変わりましたね。やっぱちょっとうまくいってな、まあ、ボットレーンにうまくいってなかったポイントがあったというのは間違いない中で。さあグレッシュアグメントからの生体破壊光線ずれましたね。メリオダス助かったものの戦える体力ではない。死の車輪も狙いましたが当たってはいません。羊の執行猶予とタムキンチの W がかぶっているというところからもちょっとうまくコミュニケーションが取れてないというような様子がうかがえます。焦りも感じます。さあここでウィーバーウォールだ。思い切って内側に入りに行った。しかしすごいダメージだ。しかしここで一度無敵になることができますが完全に孤立した。テレポートで後ろから入ってくる。これはやりすぎだ。綺麗シャットダウンゴールドは違うプレイヤーに渡したかったですね。エズリアルが飛びますか。船旅でさあ入ってきて2対1。ビッグコロすぐさまブリンクで逃げることになった。1対4の状況まで持っていきました。これはルイン耐えきれそうにないか。なんとか1人持っていこうと持っていった。無理だと思いましたがビッグコロ落とし切りました。これねキルとしては2キルと1キルの交換になります。もったいないですねフェネルバクチェとしては。というのも、なぜ戦ったんでしょうね。キレイ選手のウィーバーボールの打ち方おかしかったですけどね。これ降りてもいいですしそんなに分断でもないですね。これ縦に打つ必要ないですからね。もうちょっと角度。そうですね。なぜこうミッドレーンの左横のこの今ちょうどゼロスがいるあたりから打たなかったんでしょうね。そうなんですよね。そうすればタワー触れました、はい、ルイン選手の方をルイン選手に CG させるためのような打ち方をしても良かったですし。おっとリプレイから戻ってきた先ゼロス捕まっている。柔らかい。ん？なぜこの位置にゼロスがいるんですか。まあ、ファームしたかったんじゃないですか。やけくそじゃないですか。あまりもそのプッシュできるラインを超えてますからね。超えすぎてますね。リバーまでですからね。この感じおかしいですよこの立ち位置は。 PVB としてはですから、まあ狙いとしてはトップレーンに敵のメンバーを引き寄せている間に何かしら他のことを。でもオブジェクトはないですよ。ですからボッツ側にファームさせたかったのかなとも思ったんですが、まあ、その間ナウル選手はファームしてましたしね。ただナール選手がそういった動きをした方がいいんですよね。イレリアの方がスケールがいいですから、ええ、ですからナール選手が相手を引きつけるようなプレーをした上で反対側でゼロス選手がファームしているという形が理想ですね。まあ、こういう国際戦でタイブレーク相手が自分たちを追いかけてきている状況、そういうところで、まあ、経験豊富な
プレイヤーが多いフェネルバフチェに対して、まあ、フォンベバッファロー非常に強いチームであるんですが、平均年齢 18.8 歳、若いプレイヤーばかりですから、まあ、こういうところでもしかしたら差が出るかもしれません。さあビーバーボール迫ってくるのは綺麗、グレイシャルオーグメントはギリギリ届きませんでした。それでもパレッテフラッシュを使わなければダウンしていたでしょう。資料の中ではビハインドを背負った試合が1試合しかないので、逆転の方法を彼らは知らないかもしれないというふうに書かれていましたが、ありましたね。その器具が当たったかもしれないですが、なんとか試合時間を伸ばしてはいますね。一度バランを耐えることはできました。次の1分後に湧く、まあ、バロンというところはもう渡せないので勝負するしかないんですが、ハデスが1万2000ゴールド、トップレーナーは1万1700ゴールドと9700ゴールド、やはり各レーンで差ができています。特にソロレーンでの差がちょっと大きくなってしまってますね。ボルルもバンシーが完成しているので捕まえづらくもなってきました。続いてはハデスがストップウォッチを持っています。それに対してストップウォッチが本部バッファローありませんか。まあ、持つ余裕がゴールド的にないということだと思うのですが、まあ、なんとか羊の執行猶予とタムケンチ でということだと思いますね。ただナウル選手ダクシルってストップウォッチ持ってもいいかなと思いますね。次のところでバロン戦で勝負するのであれば、そうですね、持っておいた方がいいですね。一方でハデス選手持ってますから、ここは大きいですね。コラプトも打ってコントロールワードが欲しいなという感じもしますね。そうですね、コントロールワードの差もハデスは仕方ないでしょう。ストップウォッチ持ってますから。つまりハデス選手はイリリアに狙われる役目ですから、ただ他のプレー全員コントロールワードを変えてますからね、フェネルバフチェは。ここのスロットの差というのはありますね。さあバロンが湧きました。トップはナウル選手が無理をしてプッシュしましたから、ボルル選手が参加するまでの時間の余裕とは作っています。この間にどういうアクションを取るかですが、ゼロス選手のテレポートがないですから、あらかじめ寄るしかないですね。スカトルが取れているので最低限視界は保てていますが、ルインここで入りに行く。ナウルが面白い位置だ。イグナイトルイン解放の窓ショーですね。切り替えて、おっと綺麗の狙いに行ってフラッシュ、おストップウォッチをナウルが使わせました。ゾーニャですから、まあ、ただこれは楽になりますね。まあ、一度の集団戦は使えません。時間をハデス選手浮いてますよ。ハデス、ただ視界がない方向に逃げていっています。グラムから離れてほしくないですね。おっとグレシャルオーグメントとビーバーボールを使ってナウルを狙いに行く。ナウル落ちるか。パレッテも船旅で寄ってきてすぐさま助けました。しかしミリオドスのタイルが削れている状況。ゼロスのスタンがオンリーサーティファンニングに入っていますが、続けはできない。視界がないところ隠れている。仕掛けるか。分かってますね。いやービルショット、綺麗に当たればというシーンでした。PVB の体力を削ろうというペネルバクチの動きに対して彼らも冷静にかわしていきますね。ただこれ一人でドレイブンがインファーナルドレイクを取ります。ここスリーインファーナルになったら本当に大きいですよ。気づけていませんね。視界が全くありません。ここは時間を稼いでいます。ドレイクのコールのタイミング気をつけなければいけません。さあこれでドレイブンがいないと分かりました。そのタイミングゼロスが仕掛けに行って相手のバックラインに入っていきましたが、倒しきるには至っていない。ルインが縮図の執行猶予の中で立ち回っている。バックラインに対してダメージを出そうとするんですが足りきっていない。そして死の車輪によってハレスが1キロ獲得だ。ルインも生き残ってそのままバックラインを崩壊させている。そしてハレスが到着、ダメージを出し、パレッテダウン、ダブルキルを獲得だ。チリジリになっているのはフォンブバッファロー。フラッシュインオートアタック、一気にビッグの体力が削れる。さあ盾を張りながらあと一発、ギリギリビッコロエズリアルを使って逃げるクギローダーできていますが、足が速いぞドレイブン。いやなんとか、あギリギリ生き残れました。さあデスタイマー、パレッテが10秒、あゼロスが16秒です。ルイン選手倒されましたけどナウル選手倒しますね。ここトレードになってますか。どうしますか。テレポートです。ビッコロがバロン前に戻ってきます。鹿を消すタイミング、ボルルは帰る判断をしました。さらにテレポート、ラッシュするしかないですね。さあバロンラッシュの判断、フォンブバッファロー。フェネルバッシュは帰れませんでした。マナがほとんどない状況です。キレイがビーバーボールのクールダウンがもう少しばらく上がります。ラッシュはできなかった、止めました。ちょっと判断が遅れました。
というよりも相手をチェイスするためのテレポートワードだったのでバロンとの距離が遠かったというところもあっていけませんでしたね。さあそしてキレイがここで分断探しています、探しています、見つけた、まだ映ってはいない、ただステロス絶対ですね、打ち上げ入った、予測で打ったキレイしっかりと当てて、そしてハーネスのアンストッパブルコールだ。いやただ相手のジャングル復活しました、それ以上にやはりイリリアが怖かったというところですね。さあハーネスもうバロンを殴っていてもライフスティールで体力が減らない。いやせこいな。さあ睨み合いだルインが面白い位置、あれこれメリオダスの位置分かってないですよ、ちょっとスティールがあるのか、横からビッグコロがルインと戦っている状況、横から狙っている狙っている狙っているメロダス、さあ救えるか、スティールはあるか、入った、狙いに行く、取った、しっかりとキレイが抑えた、盛大赤い光線で相手を退けつつバロンナッシャー獲得、1907フェネルバクチェ125でしたね、体力バロンの残りの部分がギリギリ止めましたかね、キンダルトが入るタイミングでちょっと怪しかったんですが、ただこれでさあインヒビター一つまずは確実です。ボットレーンにもミニオンがやってきています、エンドを狙いますがメリオダスが20秒、先陣の刃を使った状態でスタンを食らってしまった、飛び込めなかった、このタイミングで飛び込んでいきますが全く相手の体力減らない、腰ここで大きな体力が入りました、キレも生き残っていますがキャリーの2人がまだ生きている状況です、ダウンしたのはサポートのみ、もう一度ナウル仕掛ける、いやエンド行かせないですか、 PVB 耐えましたね、耐えましたね、ただこれでゼロス選手がストップウォッチが壊れてしまったのでもう一度同じようなアクションというのは難しいですね。さあ一度リコールです、そしてリプレイ、ここからでしたね、3人にスタン当てたというところ、あとはこれでビッグコロ選手がちょっと冷静になってストップウォッチが終わるタイミングにしっかりと球を合わせていれば2キル取れてましたね。非常に惜しかった。さあ一度リコールをしましたがバロンバフ1分50秒残っています、まあリンファナドレグですし、スケールの差といったところはもう完全に埋めてます、それ以上に開いてますから、おっとハデスそのポジションは怖いぞ、一瞬レックレスがトゥイッチでやられたシーンを思い出しましたが大丈夫そうですね、大丈夫そうですね。そうこのタイミングで四角に行きました、ナウルダメージを一気に与えてオンリー35を狙いましたがダウンはしなかった、メリオダスのタイル削れても死の車輪、世代外交戦どちらも耐え切った、アルティメットがかなり落ちました、ただスーパーミニオンがトップレーン到達している、これはメルダス選手が勝っている間にミッドのインヒビター破壊したいですね。さあもうこの時間です、一発一発が重い、ミッドのインヒビターも破壊、これでインヒビター2つを破壊に成功、フェネルバフシェ、先ほどからナウルが定期的に相手にダメージを与えてプレッシャーをかけてはいるもののバンシーズベルが剥がれてしまった、 EGLP800、 さあこれで3つ目のインヒビターになります、破壊に成功です、シカキルドというピンは鳴っています、これでメリオダス選手が体力復活しました、スタン入った、しかしそれでもハレスに対して飛びつけない、ここでグレイシャルオーグメントのフィールドをボルルが展開してくる、パレッテはもう瀕死の状況、ボルルが打ち上げをナウルに入れて一気に体力削った、そしてそのままダウンだ、ネクサスタワー前ゼロスが先陣の刃を打ちますがやはり前に出ることがもうできない、ミニオンがあっという間にネクサスタワーを破壊していきます、トリプルキル獲得はハレス。さあこの重要なマッチアップ1907フェネルバクチェが勝利をつかんでタイブレークへと進出します、すごいですね、この重要な試合で初起用された35選手、ええ、チームの動きを変えましたからね、変えましたね、途中31というので本当に申し訳ない本当に変わりましたね、変わりましたね、チームとしてのスタイルという部分でかなり安定したゲーム運びできていました、一方で、まあ、本部バファローとしては途中までは良かったんですが、まあ、良かった、いやちょっとゼロスの調子がちょっとおかしかったですよね、おかしいですね、あの 1v1 から、はい、1v1 のところで負けてしまったところからもうずるずると行ってしまいましたし、そもそものトップレーンの、 あの2キルのアドバンテージにしても少し雑な仕掛け方になってましたから、なるほど、
取っておきだったわけですね。そのようですね。さあこれでタイブレーク決定いたしました。こちらのタイブレークは、今日のですね最後になるので、だいたい26時開始予定でございます。まあ、昨日もオンタイムでしたし、はい、グループ B がちょっとゆっくりとした展開になるとは予想されますが、それでもまああまり変わらない、早まることはないでしょうね。そうですね、はい。まあ、皆さんゴールデンウィークだと思いますので、夜かしても、ね、大丈夫だと思いますので、ね、はい、最後まで楽しんでいただければと思います。しかしハデス、ノーデッドですよ。よかったですね。ちょっと孤立していて危ないシーンもありましたが、しっかりと逃げる方向も相手の視界を奪い切っているリバーの方に避けるような形で、もう味方が寄ってるんだよというようなプレッシャーもかけての動きでしたから、かなり安定してました。こんなに変わるんですね。やっぱりボットレーンのデュオといったところは、まあ、2人で1つなので、片方が歯車狂うともう片方もどうしても歯車が狂ってしまうというところで、まあ、サブが多分35選手しかいなかったんですが、それを変えたのがもう英断でしたね。非常に良かったと思いますね。なんというか、少し思ったらスカウティンググラウンズがあったじゃないですか。その中でそのコーチ陣がとにかくコミュニケーションをものすごく重要視して見ていたんですよね。だからその技量というよりかは、そういった部分でもしかしたらこうハデス選手にとっては、まあ、ジャポニー選手よりもまあ、サーティファイブ選手の方がこういいパフォーマンスが出せる、まあ、この試合に限っては間違いなくそうでしたね。かもしれませんね。いやただ心臓強かったですね。良かったですね。レベル1で1キル取れたのが大きかったかもしれないですね。レベル1の動きで気持ちがあれで随分楽になったのかもしれませんね。かもしれないですね。そしてまあここでしたね。なぜか相手のフィオリーが溜まってから仕掛けるんですよね。それがよく分からなかったですね。分からなかったですね。でここはもう、まあ、自身がデッドするとシールドがちょっとずれましたかね、サーティファイブ選手。そして最後のシーンですか。ベルコスのグレーシャルコメント聞いてましたね。聞いてましたね。キャッチにも使うことができていましたし、集団戦で相手の、まあ、前衛が飛び込んでこない布石になってましたから、構成としてすごく、まあ、タリアの石畳とグレーシャルオーグメントのスロートで二重の効果がありましたね。ちょっとドレブンまで飛び込めないような、うん、さらにはベルコツ自身にも飛び込めないような状況になってましたね。最後ルイン飛び込んで倒してそのままデッドしてたんですね。いやかなり、まあ、この前の試合のボンバー戦がちょっと不安だった部分があるんですけど、これで分からなくなりましたね。タイブレークも分からなくなりましたね。もう一度勝っても十分おかしくないと思いますし、ただまあ間に5試合ですか、彼らからすると空くというところの、まあ、集中力のコントロールであったりと、英語なんですねコミュニケーション。多国籍というところもあってですかね。タムケンチのフラッシュ、ナイスナイスグチャッカです。Let's fucking go. ああ、35がかなり喋ってますね、やはり。喋ってますね。この試合で変えてくるって聞いたとき、驚きましたからね。こう、試合を勝利した後に、ここまでちょっとこう、全体的にホッとしているというか、喜んでいるのが、ね、かなり全体的に喜んでいるのは初めてかもしれませんね。初めてですね。全体的にずっと冷静でしたからね、やはり、まあ、タイブレークまで首の回1枚つなげたと、しかも自分たちのいいプレーでつなげたというところは大きかったと思いますね。見てわかる通り多少返されてはいるものの、まあ、スノーボールきれいにできていますからね、トップ育つことができなかったというのは本当に大きかったですね。あとはベルコズピックが効いてましたね。ルブランが効きましたね。動かせなかったですから、こうキルにはつながらないんですけれど、要所要所で相手の体力をメリオダスであったりナールであったりを大きく削っていた、あれが大きかったですね。まあ、グレーシャルオグメントとアルティメットのシナジーがとてもつなく高いですから、こううまく活かしてましたね。ピックした順番も良かったですね。良かったですね。ベルコズボットという可能性もあるようなドラフトの仕方でしたからね。
さあ面白い試合になりました。こちらの続きは、もう一度お伝えしますが26時頃からタイブレークを行われますので楽しみにしていただければと思います。それでは続いての試合、ゲーム4、イスレスゲーミングバスボンバーズの試合となりますので一度インターバルに入らせていただきます。失礼いたします。